いやまあ、戦国のことは前に話したっけ。昔の知り合いなんだけど、今日はそいつん家に遊びに行こうって算段だ。ほほう、にしては何やら浮かない顔ですが。そうか、僕そんな浮かない顔してたか。ええ、まるでアニメ化されないことを散々自虐的にネタにしてきた物語が、何かの間違いでうっかりアニメ化されてしまったみたいな、そんな気まずさを感じさせるお顔をされていました。そんな具体的な顔してねえよ。まあ、予定外のハッピーに対してナーバスになるのはわかりますが、しかし新たな領域に踏み入ることによって得るものは必ずありますよ。得るものって、例えばなんだよ。一言で言ってお金ですね。いや、他にもなんかあるだろ。はあ、この世にお金以外何かあるんですか。あるよ、なんかこう愛とか。はい、愛。あ、はいはい、知ってます。それこないだコンビニで売ってました。売ってたの、コンビニで。ええ、298円で。安っ。お金の話はともかく、荒木さん、私はとても楽しみにしているんですよ。エンディングテーマで果たして私たちはどんなダンスを踊るのか。踊ること前提かよ。キャッツアイのエンディングみたいなのが色っぽくていいですよね。シルエットでいいのか。そうじゃなくってだな、八九時。そうだ、お前には話してもいいのか。ほら、僕って属性が吸血鬼じゃん。うん、なるほど。修羅薙さん、ものすげえかっこいいから、むしろそっちの名前に改名したいくらいだが、しかし八九時、何度も何度も繰り返して言うように、僕の名前は荒薙だ。失礼、噛みました。違う、わざとだ。噛みまみた。わざとじゃない。噛みまみた。そんな気軽にコンビニの場所を確認されても。愛か、愛を買いに行くのか。298円で。You what, mate?